はい、では、ここからは、私、富士市市民部文化振興課の藤村よりですね、足高山南麓の古墳群と浮島ラグーンの開発ということタイトルで、発表の方させていただきます。まあ、私の方の、役割としましては、趣旨説明の時にですね、木村さんがいろいろ話し足りないこともいろいろあったかと思いますので、そのあたり、足高山の古墳群の実際の内容とか、あるいは副葬品がどういうものが出ているかとか、そういったことも含めて、おさらいしていきたいと思っておりますので、ご清聴のよろしくお願いいたします。報告の内容としましては、大きく3つお話をさせていただきます。1つ目としましては、私、富士市の方から参りましたので、足高山の古墳群の中でも特に須藤の古墳群を中心に、その概要をご案内したいと思います。そして2つ目としまして、足高山南麓古墳群、全体を見渡してですね、その被葬者の集団というのがどういった人たちなのかということを確認していきたいと思っております。そして3つ目としまして、最後にこの竹田先生のお話でもありました、この地域の環境的な部分にも振り返ってですね、この辺りの地域、特に浮島の地域、先ほどガタコとか湖沼というワードも出てまいりましたけれども、ここでは浮島ラグーンというふうに言い換えてですね、その周辺の開発と、王権との関わりなんかも想定できるのではないかということで、お話の方をまとめていきたいと思っております。で、まず最初のにはですね、足高山周辺の地形というところで、こちらもですね、もう木村さんや竹澤先生のお話の中でもいくつか出ておりますので、端折りながら紹介させていただきますけれども、こちらのお話の中でもありました、浮島沼の湖沼地域というのがちょうどこの水色に、示されているような地帯、あ、こっちか、今矢印が、これで矢印が出るんですかね。はい、そして青色の示されているのが、この浮島の沼の湖沼地帯、ラグーンという低湿地になってくるところになってまいります。そして、駿河湾の北部にこの田子の浦砂丘という砂丘がずっと発達するような格好になり、先ほど先生のお話にもありました吉原の港、津と言える現在の田子の浦湖がここにあるというような位置関係になってまいります。そしてまた、こちらも竹澤先生にもご紹介いただきましたけれども、富士市の沖田遺跡というところ、ちょうどこの辺りに立地あるんですけれども、そこの低湿地の遺跡からですね、こうした人工造船の、一見するとカヌーのようなですね、復元すると7メーターぐらいの長さになる、簡易的な船ではあるんですけれども、こうした船が出土しておりますので、古墳時代前期にはこのラグーンを使ったですね、水上交通なんかも盛んに、行われていた地帯だということがわかるかと思います。そして足高山の古墳群というところでですね、今回のお話や展示の中でもですね、主にはこの古墳群、西は赤渕川の周辺ですね、富士市のこの辺りです。そして東は桃沢川、ちょうどこの、沼津の東名高速道路の沼津インターの辺りぐらいまでを含めてですね、この辺り一帯にある古墳群を、足高山の古墳群というふうに仮に呼びましょうということで、お話の方を進めさせていただいております。で、ここでは問題となっております、古墳がですね、特に6世紀の後半とか6世紀の、終わり頃からですね、7世紀代にかけて、1000基ぐらいの群衆墳が築かれるという地域になっておりますが、ただ山麓全体に分布するというよりは、やはり集中する場所というのがいくつか分散する傾向にありまして、その中でも一番古墳数が多いのが、ちょうど富士市と沼津市の市境ぐらいに位置するこの、須藤古墳群ですとか、船津古墳群、石川古墳群あたりに、全体の、50%か60%以上がですね、ここに集中してくるんだろうというふうに考えております。で、この群衆墳ができる前にあたりましては、先ほど竹澤先生のお話にもありました通り、前期から古墳が作られてくるわけなんですけれども、首長墳が作られるわけなんですけれども、5世紀頃にちょっと古墳があまり作られない時期がありまして、で6世紀の前半ぐらいにまた小規模な前方後円墳や円墳がこの浮島ラグーンの周辺に
周囲に作られ始めて、それでまた古墳作りが再開するというような状況になってまいります。そしてその小規模な円墳や前方後円墳の首長たちは、長く、代を重ねることはなくですね、すぐに6世紀、後半以降はまた小規模な今度は群衆墳ですね、横穴史跡室を内包する古墳群が、一体に作られていく、特に山麓の方に作られていくというそういった流れになろうかと思います。じゃあ先ほど来ですね、足高山の古墳群の数が、非常に全国的に見ても際立っているんだというところ、他の大規模な古墳群と比べても決して遜色はないんだよというところでですね、ちょっとお示ししておきたいのがこちらの東海周辺の大型群衆墳一覧ということで、こちらの方私の方でまとめさせていただいたものになります。この一番上にあるのが、駿河の足高山南麓の古墳群ということで、須戸とか船津とか石川に、それぞれ150から200基ぐらいの単位でですね、分布していて、先ほど申しました足高山南麓全体でいくと、宝蔵地的な登録数でいくと、800を超えるぐらいの数がカウントされていると。ただその宝蔵地の登録の際にはですね、古墳が点で落ちているものもあるんですけれども、面として遺跡の範囲で全体で捉えられているものもございますので、まだまだこの数は増えそうだというのが、富士市や沼津市の職員の認識ということになってまいりますので、そういった意味で、前の沼津市史さんなんかでですね、話題になっております足高山南麓で1000基程度の古墳があるというふうに言われていた従来の認識というのは、やはりそんなに変わることはないのかなというふうに改めて感じております。で、全国東海 地方東海地域でですね、信濃や美濃とか三河なんかにもいくつか大型の群衆墳がありますけれども、一つ一つですね、なかなか古墳群の捉え方というのは恣意的な部分も含むところになってきますので、いろいろ議論はあろうかとは思いますけれども、今回での我々の方の認識でいくところでいうと、ちょっと古墳群というのを大きな範囲で捉えた場合の、古墳群という、扱いになると、大体これぐらいの数で比較できるのかなというふうな認識を持っております。そしてここからは須戸古墳群の概要ということで簡単にご案内していきたいと思います。須戸古墳群は富士市の東側ですけれども、現在の須戸地区とか増川地区、中里地区というあたりに一体に分布する古墳群の総称になっております。宝蔵地的には中里古墳群ですとか須戸古墳、神谷古墳群ですとか増川古墳群といったのを、総称して須戸古墳群というふうにこのあたりを、表現するというのが、古来認識されております。その中でですね、その古墳の築造のトップを飾ってくるのが、始祖母と言っていいかどうかまた分かりませんけれども、浅間古墳という4世紀代に作られた、90メーター級の前方後方墳がここに作られます。ちょうど、富士市と沼津市の市境の州近くで、当時の駿河という国の範囲の、ちょうど真ん中あたりじゃないかというふうに言われることもありますけれども、そういったところにこの地域を代表する大型の前方後方墳が築かれるんですが、その後ですね、しばらく古墳築造というのは停滞していくという流れになってきておりますので、最近の調査で浅間古墳の中央、前方後方部の中央にですね、埋葬施設が地中レーダー探査の結果存在するのではということも分かってきておりまして、昨年のちょうど同じぐらいの時期にですね、滝沢先生にもお話しいただいてですね、その浅間古墳の YouTube 動画が1万5000回の再生数を誇ったということで、今回の動画がどれぐらいになるか今から楽しみがあるんですけれども、ちなみにそうですね、富士市のこの間の展示の動画はまだ400ぐらいなので、ちょっとこれから巻き返しを図っていかなきゃいけないなというふうに感じているところでございます。で、そんな浅間古墳の、からですね、100年ぐらい経った後にですね、またこの中里です安戸周辺でですね、古墳の築造というのが再開していくんですけれども、そこではですね、冒頭にもちょっとお話ししました通り、100メーターとかそんな大きい古墳ではなくてですね、だいたい50メーターとか30メーターぐらいの規模の
小型の前方後円墳あるいは円墳であったりというのが築かれていくというそういった流れになってきます。5世紀の末ぐらいから6世紀中頃ぐらいまでの間にですね、この須戸古墳群の中でもいくつか中小規模の主張墳が作られていきます。こうした現象というのは浮島ラグーン地帯全体で起こってくる内容でございまして、沼津地域ですと長塚古墳なんかもちょうど同じぐらいの規模で同じぐらいの時期になってくるのかなと思います。そしてここからは須戸古墳群の、群衆墳のお話に入っていきたいと思います。こちらの写真も先ほど滝沢先生のお話の中でもご紹介いただきましたので、多くは説明は省かせていただきますけれども、代表的な船津古墳群ですとこういった景観があるんですけれども、須戸古墳群もおそらくはこのような形でですね、場所によってはこうして古墳が密集するような感じで、築かれていったというふうに考えられております。でそれぞれ横穴史跡室を内包する円墳、小規模な円墳ということですね。でその中で代表的なのを挙げますと、こうした中里の計99号墳といった古墳ですと、6世紀の末から7世紀の頭ぐらいにですね、どうも築かれた古墳ですと、豊富な須恵器や弾器といった土器が入ってきたり、そして鉄製の太刀ですね、武器である太刀が入ってきたり、あるいは鉄の矢尻類が入ってきたり、そして先ほどの先生、滝沢先生のお話にもありました馬具が入ってきて、あとは装身具の類ですとか、古墳によっては金銅装の、装飾付き太刀なんかが入ってきたりするものがこの古墳群の中にはいくつか見られる形になってまいります。でちょっと時代が下ってですね、7世紀の前半ぐらいの古墳ですと、この中里大久保古墳という古墳がございます。こちらも一見すると先ほどの古墳の写真との副葬品の写真とよく似てるかもしれませんけれども、土器とか馬具とか太刀が入ってきて、鉄属なんかも入ってくるというようなラインナップになってきますかね。そしてその中でも、この古墳の特徴でいきますと、こうしたですね、系統太刀と呼ばれる、金銅装、この古墳の場合は一部銀も使われているんだというふうに考えているんですけれども、こうした装飾付き太刀と呼ばれるものが、この古墳の場合は特に複数本あったんだろうというふうに考えられますけれども、こういった古墳がですね、おそらく群衆墳の中の、いくつか古墳群の中でもいくつかの集団に分かれてくると思うんですけれども、そうした集団を、リードしてくるような指導者のような人たちに近い人たちがこうした装飾付き太刀を持ってくるような人々になろうかと思っております。そして、そうした中里大久保古墳からやや新しいくらい、7世紀の中頃ぐらいに仙人塚古墳という古墳が築造されるんですけれども、大体21メーターぐらいの円墳というふうに考えております。これ南から撮った写真で、今新東名高速道路がちょうどまだでき始めてるぐらいの、写真ですね。でこちらは新東名を作る前の時の写真で、この仙人塚古墳の北側を調査した時に、見つかった古墳はここに写っております。で大体この黄色でお示ししたぐらいのところにですね、一個一個石室がありまして、この発掘調査している場所では2箇所石室が出ていて、でここに仙人塚古墳があるような位置関係です。でこの畑の中に1基、そしてまたこちらの畑にも2基ぐらいありますので、大体これぐらいのですね、100メーターにもいかないぐらいの範囲の中にですね、こうしたいくつか小規模な古墳、仙人塚は20メーター級なのでそれなりの大きさなんですけれども、こうした古墳が群集するような景観というのがやはり須戸古墳群でも見られるんだろうというふうに考えております。こちら仙人塚古墳の昔の調査になります。静岡県が1930年に出しました静岡県史の段階ですと、こうした石室の実測図が作られていたりとか、そして吉原市教育委員会の方で1958年に刊行しました吉原市の古墳ですと、まだ仙人塚古墳が非常にまだ大きな墳丘が残っていた段階ですね。今だと大体これぐらいですかね、高さがあるぐらい、せいぜい4メーター程度ぐらいしか高さ残ってないんですけど、4メーターか5メーターほどしか残ってないんですけど、この当時だと6、7メーター以上まだ残っている状況ですかね。そしてこちら、平成14年ですかねに発掘調査をこの富士市で行わす
実施した時の写真になります。横穴石室の中がこのような形です。まあ、須戸古墳群の中でも非常に大型の横穴石室になってくるということで、全長 11.4 メーターの以上というふうに測定しておりますけれども、その石室の中から、まあ、近藤荘の毛彫り馬具を含むような豊富な副葬品が出土しております。まあ、石室のですね、一番床面の上までしか調査しておりませんので、まだ副葬品の一部を出しているに過ぎないかと思います。まあ、あと長らくですね、開校していた江戸時代以降開校していたことが分かっておりますので、持ち出された遺物というのもたくさんあるのかと思いますけれども、まあ、一応現在富士市で認識している遺物というのがこちらの写真に示されるようなものになってきます。まあ、土器類ですとか7世紀の後半以降の土器類ですとか、あとこちらが築造当時のものと考えられる7世紀中頃の馬具のセットですね。あと鉄属も似たような時期かと思います。そして、まあ、弓の金具がたくさん出てるというのも非常にこちら特徴的なものになってまいります。そして近藤荘の太刀の、刀装具が出土してますかね。あと工具類ということで鎌ですとか、砥石の類、あと刀子の破片などが出土しておりますので、まあ、これだからですね、まあ、この須戸古墳群の群衆墳の、まあ、トップ階層の副葬品の一部の状況を反映しているとみていいのではというふうに考えております。ではここからはですね、足高山南麓古墳群の被葬者集団というのが実際どのような性格を持っているのかというところをですね、いろんな、分析を経てですね、まあ、こんな性格こんな性格というのをちょっとずつ出していこうかと思っております。まず横穴石室の規模から被葬者集団の階層構造を探るというふうに書いておりますけれども、こちらでお示ししているのが横穴石室墳の、まあ、石室の長さを測って、それがこの0メーターから13メートルまでのどこに 何個の古墳があるのかというのをお示しした、まあ、ヒストグラムと呼ばれるものになってまいります。これを見ていきますとですね、まあ、大体大型とか中型小型で階層分化しているというふうに考えることができます。ただですね、その分布を見ますと、上段が下下南麓で、下段が富士川西岸から富士山南麓地域も含めています。左が石室全長、右が石室面積で捉えたものですね。まあ、ほぼほぼ同じような内容になってくるんですけれども、このピークというか、この頻度のピークがですね、まあ、いわゆるピラミッド型のようにこう伸びていくわけではなくて、大きいものにつれて小さくなって、小型のものになるほど大きくなって、量が多くなるということではなくてですね、まあ、中型ぐらいにから小型の一番上ぐらいにどうもピークがあるということが分かるかと思います。で、まあ、大型の石室というのは非常に少ないという状況ですね。面積で見ても非常に少ない。まあ、このことからですね、まあ、少数の指導者層というのはやっぱりいると、千人塚古墳の被葬者のようなそうした指導者層がいるんですけれども、まあ、特に中間層と呼ばれるぐらいの人たちが、多く古墳を築くことで群衆墳を形成しているのではないかと思います。まあ、いろんな階層の人たちがみんながみんな古墳を作っていたら、まあ、これがずっとまっすぐ伸びていくピラミッド型になっていってもおかしくないのかなというふうに考えられますので、どうも古墳を作る階層というのはある程度の中間層のどこかで切れるんじゃないかというふうに考えております。ですね。で、まあ、8世紀前後にはですね、ただ肝心化した古人墓というのがね、2メーター以下の小型石室、この辺りのような石室をたくさん作るような状況になってきますので、まあ、そうしたものも考えていく必要はございますけれども、およそ面積からはそのような階層構造というのが追えるのではないかと考えます。じゃあその大型の石室がじゃあどういうふうに分布するのか、指導者層の石室というのが特定の地域に集中するのか、あるいはまあそれが分散するのかということで、この集団の実態というのがまた変わってくると思うんですよね。でそれを見ていきますと、まあ、このようにですね、いくつか10メーターから7メーターぐらいの規模の大型の石室として抽出したものっていうのはですね、この足高郡周辺にまあ割と散在的にこう分布するという傾向がございます。特定の立派な有力者がですね、一つの地域にまとまるということはないよということですね。まあ、各地に分散するということは、それぞれのまあ古墳群単位、まあ、足高山南麓の古墳群の中のいくつかのブロックごとにですね、とか富士山南麓のいくつかのブロックでですね、それぞれの集団をまとめるような指導者層というのがまあおそらくいるんだろうということがわかります。でさらにちょっと細かい分
検討になりますのでですけれども、まあ、石室の平面規格ですね、石室の床面の設計図とか割り付け方法とかがどういうふうに共有されているのかというのを見ていきますと、まあ、おおよそですね、この駿河東部明日香南麓でこうした強調型とか大型の矩形型とか小型の矩形型、大型の胴張り型、そしてまあ大型の胴張り型の B 類というちょっと違うもの、そしてまた袖をちょっと指向するようなもの、また小型の胴張りのものとかいくつか傾向があります。でこれらはですね、まあ、一つの基準となる古墳の、まあ、3分の2とかですね、そういったサイズのものが、まあ、こうちょっと拡大して並べるとほとんど同じような格好でですね、こうして平面プランがかぶさってくるということも分かりますので、いくつかですね、石室を作る時の設計図とか決め事のようなものというのが存在するんだろうと思うわけですね。こうした種類何種類かに少なくとも存在するんだろうと。でこれらもですね、どうもその分布を見ていくと、やっぱり一つの地域にそれが その分布が集約するというよりはですね、明日香南麓とか富士山南麓でそれぞれその分布たくさん分布する、散在的に分布するという傾向ですね。どっかの一つの地域に集約しないということです。まあ、強いてあげればこの強調型と呼ばれる、石室ですね、こうしたものは割とこの辺りに集中してくるということがよく考えられますけれども、まあ、それ以外について、まあ、特にこの強調型は若干古めの石室に多い形態になってきますので、まあ、それ特に7世紀以降この矩形とか胴張りとか小型矩形とかその他のものが増えますけれども、こういったものは割とこの明日香山麓から富士山南麓にくまなく分布するというような格好になります。まあ、そういったところからですね、古墳築造に際してはですね、まあ、古墳群の集団の間で非常に活発な相互交流というのもね、想定していいのだろうというふうに思っております。まあ、特に草創儀礼に関わるような大枠のアイデンティティ、まあ、無袖石室というアイデンティティをもちろん共有しているという前提もあるんですけれども、プラスアルファでですね、こうした平面プラン、古墳の作り方なんかに関わるところでもやはり技術的な共有をしているんじゃないかと思います。でまあ、過去にはですね、今日ご発表される県の菊池さんなんかは石室の構造、母構の深さや裏亀なんかに地域差がそれでもやっぱりあるよとか、あるいは、県の大家さんとか田村さんなんかはですね、使用法、石室の使用法に関わる仕切り石ですとか箱式石棺の分布なんかでもやっぱり地域差はあるので、石室の使い方ですとか草創儀礼に関わること、あと細かな構築技術に関わること何かはこうした地域差も見えるということもまた一方で、指摘できることかと思います。でさらにですね、副葬品のこともざっと見ていきたいと思いますけれども、まあ、装飾付き太刀なんかもですね、いくつかの形式が分布しております。特に明日香山麓にも非常に多くの装飾付き太刀が出土しております。ここで実測図でお示ししているのが大体この明日香の古墳群で出ている装飾付き太刀になってまいります。で、まあ、この太刀がですね、今までこれまでの研究成果なんかからですね、集団内部でのその人の役割、職掌ですとか、あとはまあ和王権の有力士族との関わりを表現した可能性なんかも指摘されておりますが、まあ、明日香山麓でじゃあ一つの特定の太刀形式に集約するということはやっぱりどうも見られないと。まあ、ただ強いてあげれば系統の形の太刀がちょっと多いのかなというふうな印象は持っておりますけれども、まあ、いろんな太刀がやっぱりあるのかなというようなところになってまいります。でさらに竹澤先生のお話でもありました馬具の関係ですと、馬具や馬関連以降の集中ということで、まあ、馬具も多いんですけれども、実際に馬の骨とか歯が見つかっている古墳というのもこの静岡県の大谷広志さんのご研究なんかでやはりこの駿河東部明日香山麓に顕著にあるということが指摘されております。まあ、そういったところから馬の生産とか飼育に関わることもこの辺りでやっているんじゃないかということで、先ほどの先生のお話にもございましたけれども、ここでプラスアルファで、情報を共有させていただきたいのが、すいません、馬具の補修ですね。実際に修理も行っているんだということが最近の事例で分かってきております。今回取り上げている千人塚古墳なんかのあぶみの部分なんかですと、この過去の下の部分止めるところでちょっと余分な鉄棒がですね、こう伸びている、それをグッと曲げることでですね、馬具の修理をしているということが分かります。
あとこの中里計98号墳の靴はですと引き手の長さが左右で違うということもありますので、こういったものがバグの修理も行っているんじゃないかということが分かりました。でこの辺りの研究はですね、また、県の大家さんが論文にしてまとめる予定ですので、それもお楽しみにしたいと思います。はい、で須戸古墳群のバグなんかですと、こうしたラインナップがある中で、先ほどの補修のあぶみというのがこれですね。ここに変な鉄の棒をぐっと曲げたような構造、 U 字型に曲げたような構造のところが過去の基部のところに通されています。あとこちらは毛彫りバグの紹介ですね。あと特殊な装身具ということで、まあ、渡来人とか特殊な触傷との関わりが想定できる遺物というのもいくつかございます。金銅製の鈴ですとか、あとこの胴釧路、まあ、腕輪のような形のものですね。こういったものもこの足高山麓周辺に分布しております。あとこの装飾付きのガラス玉ですね、トンボ玉のような形のものですけれども、こういったものとか、まあ、特殊な玉類、ここでは写真がないですけれども、真珠製の玉類ですとか、あるいは銅製の玉類なんかも出土しております。そして先ほど先生からお話がありました固定なんかも特殊な装身具というか武具になってくるかと思います。そしてまた開発、手工業生産とか農耕具の集中ということで、まあこのこれぐらいのまた資料がですね、農耕具、土木に関係する工具類ですとか、あと木工に関係する工具類、そして、布織物とか、糸の防色なんかに、糸紡ぎとかに関わるような工具類なんかも出土しているほか、あと鍛冶関係ですねとか、鉄の製作関係、砥石ですとか、実際の金橋ですとか上司ですとか、これらはまあ富士山麓の事例にはなってくるんですけれども、まあ、発石段階の田子の浦砂丘上の中原遺跡でも金橋が出ておりますので、まあ、そうしたものが7世紀代に遡る可能性も大いに考えられるかと思います。あとまあ鉄製作、鉄器製作のまあ祭祀に関わるような遺物ということで、鉄卓なんかもこの足高山麓にも分布しております。まあ、中原4号墳という富士山麓で出てきた、まあ、手工業を統括するような内容のリーダーの古墳というのがこの近くで発掘調査されておりますので、まあ、こうしたような人たちに 代表されるような、仕事ができるような人がですね、この足高山麓にも何人か分散していた可能性というのは想定していいのではないかというふうに考えております。でちょっと早足でなってしまって恐縮なんですけれども、最後、浮島ラグーンの開発と和王権ということで、集落との関わりを最後また確認して終わりにしたいと思います。これまでのお話の中でもですね、何度か先生方が挙げられております中原遺跡、田子の浦砂丘上に位置する中原遺跡でですね、まあ、現在まで250棟以上の縦穴建物が、まあ、7世紀か8世紀に中心があると思いますけれども、それらが見つかっている中でですね、まあ、豊富な手工業関連遺物ですとか古墳副葬類似品といえるようなものなんかが出土しております。まあ、先ほどの話にもありましたような、鉄製作に関わるものとか、実際に、出てくるようなガラスの勾玉、ガラス小玉の鋳型ですとか、あと防色に関わる糸紡ぎに関わるものなども出ております。でまあ、そうした中で今回特に注目、展示の中でも注目させていただいたのが、漁具ですとか、あとその漁具とセットになってくるであろう弾きの鍋というものですね。こうした大きな鍋、まあ、幅が50センチから60センチぐらいあるような鍋がたくさんこの古墳遺跡からは出土しております。まあ、これがですね、まあ、回遊性魚類の煮炊き用というふうにこれまで考えられていた鍋なんです。でこの鍋自体はですね、8世紀から9世紀代に藤井原遺跡とか三幸町遺跡というところでですね、沼津市の遺跡ですけれども、集中的に出てくることが分かっておりまして、まあ、それらの状況から平城京へ町として奉納するカツオ製品の、ね、加工に際してこれが使われたんだろうと。でそれらの遺跡はですね、まあ、国家に付随した水産加工センターなんじゃないかということで、仁藤敦先生なんかが盛んに指摘されているような、そういった事例になってくるんですけれども、中原遺跡の何がすごいかと申しますと、この8世紀9世紀に大変成功するこの鍋がですね、の中で7世紀に遡るものがたくさんこの中原遺跡で出てきたということに尽きるかと思います。7世紀の縦穴建物から一定量の鍋が出土しました。
で、まあ、そうした中でですね、まあ、実は二藤先生も前にもう指摘されてるんですけど、中原遺跡の調査前からもうすでに指摘されてるんですけども、どうも日本書紀の安閑天皇2年535年に設置された若荷宮家という多分王権、まあ、王家当時の、まあ、の天皇家の、まあ、皇太子一族に関わるような宮家がですね、それの原初的なものがこのどうも 6世紀か7世紀頃にですね、この辺りに設置されて、でそこでもうすでにカツオの効能というのが7世紀段階で行われてるんじゃないかということを二十数年前の論文で指摘されております。水産学と加工拠点というのができてるんじゃないかと。で、まあ、今回のですね、中原遺跡の報告な、木村さんを中心にまとめられた報告の中ではですね、まさにこの7世紀に遡る弾きの鍋がたくさん出てきたということで、いよいよこの二等説のですね、カツオ製品なんかの効能拠点というのがですね、この7世紀に遡る可能性というのも積極的に考えてもいいのではないかと思うようになってまいりました。まあ、そういったところからですね、この遺跡の政策性格として、まあ、水産加工業だけじゃなくて全国的にも珍しいガラス生産を筆頭に、鍛冶や製紙、布生産なども担うような複合的な手工業生産、あるいは水産加工拠点集落として位置づけて良いのではというふうに考えるに至ったわけでございます。はい、最後まとめますとですね、こうしたまあ中原遺跡がこの浮島沼の田子の浦砂丘にあります。で、まあ、また一方で富士山麓には沢東栄遺跡ということで、ここでは牛の骨とかですね、そういったものも出ていて、何か牧の経営に関わるような可能性、渡来人の痕跡なんかもこの辺りの古墳群からもたくさん出ておりますので、そういったものも総合的に考えていきますと、どうもこの地域開発の進展とかですね、あるいは和王権とのネットワーク形成っていうのを経ていくことでですね、この富士山南麓から足高南麓の浮島ラグーン周辺において、まあ、豊富な武器や馬具やあるいは土木手工業関連資料が集中してくる状況というのが形成していったんだろうというふうに考えられるわけです。まあまあ、これらはですね、前に機関考古学の東海の古墳風景の中でですね、東海地域における大型群集墳の偏在性と、まあ、横領との関係というのを考えていきましょうということで、美濃の事例報告の中で盛んに取り上げられているわけなんですけれども、まあ、この1000基以上の群集墳を考えるには、どうもやはり地域的な地域の人の中でだけで完結するだけじゃなくてですね、もっと外部のとの関係、まあ、王権との関わりの中でもですね、やっぱり評価していくべきなんだろうというふうにやはり考えられるわけです。まあ、そうしたことを読み解いていく一つの、まあ、例としてですね、こうした田子の浦砂丘上の集落ですとか古墳群の中の特徴的な副葬品、まあ、そういったものが結実していった結果、まあ、富士足高山麓周辺に2000基以上の古墳密集地帯、まあ、この富士山麓も含めると2000基以上になってくると思うんですけれども、そういったものが形成されていくのではないかというふうに考えております。はい、一応引用文献、参考文献は以下にまとめさせて、以上にまとめさせていただきました。で、一つ告知になるんですけれども、富士市の教育委員会ではこの3月末に今回紹介しました千輪塚古墳の報告書、あと冒頭に紹介しました中里のですね、古墳群のまとめた報告書を刊行する予定でございます。4月下旬頃から頒布開始いたしますので、ぜひぜひこの動画をご覧になっていただいた皆様、こちらの報告書の方もチェックいただきますようよろしくお願いします。それでは私の方の発表は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、静岡県文化財課の菊池と申します。よろしくお願いします。私からは古墳を生かした地域づくりということで説明をするように事務局の方からは言われたんですけれど、実はこのタイトルをいただいた時に結構難しいことを 言ってくるなというところが率直な感想です。で、私からは古墳は文化財としてどのような位置づけができるか、さらには文化財の保護をめぐる近年の動向、そして足高山一体の古墳の特徴を述べることで、まあ、足高山の古墳が今後の地域の活性化とかそういったところに地域資源として生かせることの手助けになればというところで説明をしたいというふうに考えているところです。それでは早速ですが中身の方に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず静岡県内なんですけれど、
県内には約9000基を超える古墳があるというふうに言われています。ただ先ほどの滝沢先生とか藤村さんから のご説明にもあった通り、その多くが小規模 の古墳です。一般的によくイメージされるような前方後墳、それから、千元古墳のような前方後方墳というものは120基程度で、全体としては本当に 1.5% にも満たないようなものになってきます。でこの古墳を守ろう、後世に伝えていこうというふうにした場合に必要になってくるのはもちろん地域の方々の理解、それから関係者の方々の力というところになりますが、その根幹となる根拠法令としまして位置づけられるのが文化財保護法というような法律です。ここにお示ししました浜松市の光明山古墳、それから藤枝市の若王寺古墳群、そして北山大穴群、こういったものにつきましてはそれぞれ文化財保護法、それから県の条例等によって文化財に指定されて保護されているっていうようなものになっております。それでは文化財保護法について簡単にご説明をさせてください。文化財というのは、よくテレビとかで耳にすることも多いかと思いますが、その定義としましては我が国の長い歴史の中で生まれ育まれ今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産、そして我が国の歴史文化等の正しい理解のため書くことができないものですということが位置づけられています。ここでちょっと誤留意が必要なのが、私たち行政の立場ですと文化財といった場合には法とか条例とかで指定されているような文化財を指す時もあります。ただ文化財保護法 の対象としているものにつきましては指定文化財ではだけではなくて未指定の文化財、こういったものも広く含んで対象としています。簡単に言ってしまいますと指定文化財が競技の文化財、そして未指定を含んだものが講義の文化財というような言い方ができるかと思います。そして文化財の保護っていうような言葉なんですけど、保護にはもともと保存そして活用っていうような2つの意味が込められています。近年ではその紛らわしくならないように保存活用っていうような言い方もします。でこの文化財保護法に基づいてさまざまな文化財が内容によって規定されています。例えば建造物であったり美術工芸品であったりするような有形文化財、そして歌舞伎とか伝統工芸とかそういったものの無形文化財、それから各地に伝わる風俗慣習、それからお祭りといった民族文化財、そして記念物、さらには人が生活する中で自然に働きかけて作り上げてきた景観地、棚田とかそういったものの文化的景観、そして城下町とか宿場町といったような伝統的建造物群、そして地面に埋もれている埋蔵文化財、文化財を後世に伝えるための文化財の保存技術というものが分かれています。有形文化財から伝統的建造物群まで の6類型プラス埋蔵文化財保存技術というような言い方をすることもあります。で古墳はこのうちどの中に位置づけられてくるかといいますと、まず記念物に遺跡っていうところがありますのでここに位置づけられています。この中で法律等で指定等されると史跡というような位置づけになってきます。さらには地面に埋もれているもの、これは埋蔵文化財というような位置づけになります。そして先ほど先生方の説明でもありましたように発掘されて、見つかった副葬品、こういったものは美術工芸品の中に含まれてきています。この中で文化財というものが定義されているんですが、この文化財の保護について近年少し大きな動きがあったのでその説明を次にさせていただきます。昨今の過疎化少子高齢化等による地方での その文化財の保護というのがこれからは今まで通りの枠組みで守っていくのは難しくなるのではないかというような危機感、失われてしまうというような危機感がある。その一方で文化財というのは町づくりだったり観光資源としてそういったものの地域資源として生かせるのではないかという期待っていうようなことが昨今言われている、こんな社会状況の変化を踏まえまして平成29年5月に文部科学大臣が国の文化審議会というところに諮問を行いました。これからの文化財保護をどう考えるかっていうようなことを諮問したところです。で国の文化審議会ではその中に企画調査会というものを設置し約半年間議論も重ねたところです。そして同年の12月に文化審議会企画調査会が第一次答申としまして文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方についてということを答申いたしました。
この答申とかの内容とかを踏まえまして、文化財保護法が平成30年6月に改正法が成立しまして、翌31年4月から施行というような形になりました。でこの法改正が大きな意義を持つというのが、これからの文化財保護の在り方というものを総合的に計画的に推進しましょうというのを法律上に位置づけたというところにあります。これまでも文化財というのは保護を図っていくときに様々な取り組みをしてきました。ただどちらかというと、建物なら建物だけ、仏像なら仏像だけ、お城ならお城だけっていうような形で取り組むことが多く、さらには取り組み主体も所有者さんであったり、さらには一部の文化財の行政の関わるもの、そういったものに限られたのが現実としてはあります。ただ、これが15年くらい前からは個々の文化財を守っていくだけではなくて、総合的に守ろうということは言われています。例えば歴史文化基本構想というようなものを作りましょうということは文化庁は推奨しておりますし、国交省と農水省、そして文化庁が3省共感で行っております。歴史的風致維持向上計画の作成というものがここに該当しますが、文化財保護法ではこの総合的なものについては位置づけられていなかったというのが現実であります。これが先般の文化財保護法の改正で法律上位置づけられることになりました。まず文化財の総合的な活用ということがまず大きなところなんです。さまざまな歴史資産、そういったものを国に守っていくではなくて、地域一体でそれを守っていこうというような考えになります。で総合的といった場合なんですけど、いくつかの意味合いが含まれています。一つが文化財の種類を問わないということはもちろんあります。そして指定未指定を問わないという意味、さらには一部の関係者だけではなくて、商工関係、それから観光、そして地元の方々、広くの人たちを巻き込んで保護しよう、総合的に図っていこうということ、さらに計画的にこれを推進していこうということが法律上位置づけられました。で、まず位置づけられましたのが、都道府県にあっては域内の文化財の総合的な方針である文化財保存活用大綱を策定できるということが位置づけられています。そして市町村におきましては、域内の文化財の保存活用の総合的な計画っていうものを作成し、これを作成することで国の認定を受けるっていうことが法律上定められました。でこの法律改正でよく誤解されるのが、文化財が保存から活用に舵を切ったっていうようなことを言われたりしますが、決してそういうものではなくて、あくまでも今まで通り保存が大前提です。ただこれまで保存に重心を置いてきた文化財の保護というものを、これからは保存そして活用をバランスよく両輪としてやっていこうというところが法律改正の趣旨というところになります。そしてこの法律改正を受けまして、静岡県では令和元年度、令和2年3月ですね、静岡県文化財保存活用大綱というものを作成しました。作成にあたっては滝沢先生にも有識者の委員長ということで参加して、さまざまなご意見をいただいたところです。静岡県文化財保存活用大綱では、美しい富士の国の文化財を県民総係で守り、誰もが親しみながら未来につなぐという基本理念のもと目指す姿として3つの姿を掲げています。でこの3つの姿が実現をするために基本方針を3つ定めていますが、1つが文化財の確実な保存、まず文化財を確実に守って後世に伝えましょうということです。2つ目が文化財を支える多様な人材の育成、守るためにはどうしてもマンパワーが必要、その人材を育てていこうということです。で3つ目、文化財の効果的な活用、守るだけではなくていろんな人にその価値を知ってもらい、そしてみんなで協力するような体制を作っていきましょうというような3つの基本方針を掲げて県の方では事業を推進しているところです。でそれでは市町村の動きとしまして、地域計画、国で今どの程度認定されているかというようなお話ですが、現在全国で58の市町が計画を作成し国の認定を受けています。静岡県内ですと令和3年7月に浜松市さんと磐田市さんがそれぞれ作成し国の認定を受けました。現在県内ではいくつかの自治体が作業を進めているところですが、今回この舞台になっております沼津市さん、それから富士市さんも認定に向けて今鋭意作業を進めているところです。
この地域計画なんですけれど、書くべきこととしましては、法律、それから文化庁が示した指針の中で定められています。ただ、各市町の歴史、そういった来歴を考えたときに、やっぱり一律の、ものではなくて、さまざまな歴史文化の所産の重層的な集合体として今の自治体の姿が出来上がっています。やはり歴史文化の特性というものは各市町によって違うところになります。この歴史文化の特性を踏まえた上で具体的な措置をしていく、他の地域とは違うその市町らしさを示すために、地域計画の中では文化財群っていうものとかであったり、保存活用区域っていうものを設定するようなことが出ます。ぜひそういったものを設定して重点的に取り組むような文化財、そして地区を定めるっていうことで、他の地域とは違った文化財の取り組みができるっていうようなことが規定されています。で、文化財群、なかなかイメージとしては分かりづらいところもあるかもしれませんけれど、その域内にいるおけるさまざまな文化財を一つのテーマ、共通する背景であったりストーリーであったり、そういったもので結びつけて活用していくっていうのが文化財群のイメージになります。活用区域といたしましては、市町によってこれは違うところはあるんですけれど、特に昔からの歴史的な中心地とかですと、さまざまな時代の文化財が集積しているところもあります。そういったところ、文化財が集中するエリアを文化財を核とした文化的空間を作っていくっていうようなことができるのではないかということです。で、今回のテーマとなっている足高山一帯の古墳としましては、この文化財群として生かすこともできるし、足高山一帯ということで活用区域として活用できるのではないかというような可能性を秘めた地域ではないかというふうに考えられます。そこで今回の本題的な話になってきますけれど、古墳のことについてご説明をしていきたいと思います。静岡県内では史跡に指定されている国、それから県、市それぞれに古墳がありますけれど、見せるために、来ていただいた方々にその価値を伝えるためにさまざまな整備がされています。ここに掲げた古墳はその一例ですけれど、ここでちょっとご留意いただきたいのが、これ古墳の作られた当時の姿を必ずしも再現しているっていうわけではないです。古墳が作られてその機能を果たすっていうのは人を葬った状況ですので、埋葬施設っていうのは必ず塞がれているような状況になりますけれど、それでは単なるマウンドにしか見えないので、整備する中では主体部をどうやって見せるか、主体部と墳基をどうやって見せるかっていうところにも留意しています。で、これも古墳各地域によってさまざまな種類とかタイプありますけれど、何を伝えるかっていうところは調査によって古墳の特徴をしっかり把握した上で、まずその特徴をしっかり把握し、さらには有識者の方々、いろんな方々が交えてどういった形でこれを整備し伝えていくのがいいのではないかっていうことを検討して伝えていきます。で、この中には古墳として保護されているものはもちろんそうなんですけれど、中には都市公園としての機能を持つようなものもあり、外から来た方だけではなくて地元の方々が普段親しむような場としても生かされているものもあります。で、古墳の整備といいますと、一般的なイメージで言いますと、吹き石を吹いたり埴輪を渡したりしてっていうところもありますけれど、調査によってその内容を定めていくっていうことがありますと、実は必ずしも全てを復元する、そして中に入れるっていうものだけではないということもあります。例えば掛川市にある和田岡古墳群、これ吉岡大塚古墳というものが整備を進んでいるんですけれど、実はこの古墳整備にあたって吹き石を全面に吹くことはなく、一部吹き石を吹かないようなところも残しています。そして、画面の、方に静岡市の静頭古墳を映しておりますが、静頭古墳、東海を代表するような大型の皇居古墳なんですけれど、普段は主体部である横穴石室の中に入ることができず、外からこう覗き見るだけなんですが、それではやはり来た人たちにその価値、中身が伝わらないということで、手前に深
元施設、復元的な模型を展示して見せているような実例もあります。まあ、こういったどうやって見せ方をするかというのは何を伝えたいのか、それから安全性とかを考慮しながら進めていくというようなことがまず求められてくるかというところです。それでは足高山古墳 の特徴としまして、いくつか見ていきたいと思います。先ほど滝沢先生とか藤村さんの方から埋葬施設、それから副葬品の特徴はお話があったところですけれど、私からは埋葬施設の中でも横穴石室っていうところに焦点を絞ってお話をできればというふうに考えております。先ほどお二方 のご説明にもあった通り、足高山麓の古墳、千元古墳ももちろん有名ですけれど、ほとんどが古墳時代後期、6世紀後半から7世紀に作られた古墳になります。そしてその規模は大体10メートルか20メートル、そして、形としては円墳が主体になってきます。でこの中で主体部となる埋葬施設なんですけれど、足高山一帯の古墳では基本的にこの後期、古墳時代後期には横穴式石室が採用されています。古墳時代中期頃までは横穴式石室ではなくて縦穴系の埋葬施設と呼びまして、死者を葬るときに埋葬空間の上から人を入れて人を安置した後に墳丘の盛り土をする、そういった施設が主体を占めていたんですけれど、古墳時代後期になりますと全国的に横穴系の埋葬施設というものが中心になってきます。その代表的なものが横穴式石室になります。今画面の方でご説明していますけれど、これが横穴式室を半分切って斜め的に見たようなところなんですけれど、遺体を収める空間である玄室というものが奥にありまして、そこから墳丘の外に向かって先頭というものが伸びております。で遺体を収めた後は先頭のところを石で塞ぐっていうようなことをやります。でそれまでの古墳っていうのが縦穴系ですので、大体1古墳につき1人の埋葬っていうような形でしたが、この横穴系になってからは複数の人を葬ることができるようになったっていうのは特徴であります。でこの横穴式石室 の特徴に注目していただきたいのですけれど、特にこの注目していただきたいのが玄室とそれから先導 の境にあたる、ここ の袖部と呼ばれるところです。玄室に対して先導部 の幅が狭めるものがありまして、両方から幅を狭めるものを両袖式石室というような言い方をします。片側だけ幅を狭めるものを片袖式石室、玄室と先導 の幅は変わらないですけれど、その境に縦長の石を配置することで空間を区分する義地両袖式石室というものがありますが、実は東駿河足高山一帯ではこの両袖式、片袖式、そして義地両袖式というものがほとんどというかまず見られずに、無袖式というもので占有されているというような特徴があります。さらに特徴的なものとしましては、先導に対して玄室が一段下がるというようなものがあります。一段下るので段構造ということを言いますけれど、基本的に横穴石室多くの場合ですと玄室と先導 の境、床面はフラットな形ですが、この足高山一帯を中心とした東駿河には一段下がるというような特徴を持つものが分布するというような特徴があります。でこちらはその一例として挙げさせてもらいました。富士山麓の方になりますけれど、中原4号墳無袖で開口部に出して一段下るような形になっています。でこの分布なんですけれど、県の東側駿河と伊豆だけでも見た時でもかなり様相が違っています。例えば伊豆半島の方ですと、この石室というものが見られずに横穴、先ほど冒頭のところで説明しました北山の大穴群で見られるような崖面に穴をうがち古墳とするようなもの、そういったものが成功する。一方で静岡平野から島田、藤枝、焼津といった志田平野一帯には先ほど言った両袖式とか片袖式、義地両袖式というような玄室と先導に境を持つようなものが広く分布する。その一方でこの
足高山一帯、それから東駿河といったところには、そういったものは見られずに、武蔵式が占有するというような特徴があります。でこれは何も静岡県だけで見た場合ではなくて、東海一円で見た場合も、袖を持つような石室っていうのの分布域は広いのですけれど、この武蔵で締められるっていうような傾向を持つのは、この地域ならではの特徴を持っています。そしてこれはなかなか実際古墳の中で調査をしているときにしかわからないことなんですけれど、石室の裏込めというところに注目しますと、普通古墳を作ったとき石室を築いて、その裏には墳丘の盛り土をしていくんですけれど、墳丘の盛り土は土だけでするっていうものが非常に多いです。ただこの地域におきましては、石室の裏に礫をたくさん詰めるというような古墳が分布するというような特徴があります。で実はこの裏込みに礫を多用するというような古墳の分布というのは、東海の地域ではまず見られないような特徴でして、東山道の方ですとこういったものが散見できます。まあ積み静かとの関係とかもあるかもしれませんけれど、まず東海道の地域の方ではあまり見られないというような特徴を持っているというようなところがあります。こういった特徴を持つこの地域の古墳なんですけれど、その特徴をどのように伝えるかというところが次に課題になってくるかと思います。中原古墳の実例なんですけれど、これ藤井さんが博物館の方で展示した例なんですが、石室の模型を館内に作りまして、実際に出た副葬品を復元して接合したものをこう展示している。そして石室の構造も再現しているようなものがあります。ただこれはやはりできるところはなかなか限られてしまい、全ての古墳にこれができるっていうものではないっていうような難点もありますが、展示を工夫するということでその特徴を伝えるということはもちろんできます。でもやはり古墳、現地で実物を見て本物を体感してほしいっていうもの思えば文化財の担当者としては持つところです。ただ異物実物を置いておくことはなかなかできません。レプリカを置いたとしても人に入ってもらうと壊れてしまうこともあります。また説明看板だけでは伝えられないものもたくさんあります。で現地でのソースと活用すると内容が限られてしまう。それで、ハード整備だけで活用が終わってしまうのか、またどうしても整備していくにはお金がかかっていくので、全てを整備しておくのは無理ではないかというようなこともあって、現地で伝えることは限界があるのではないかなというところもありますが、最近はこの最先端技術を利用したり、ガイドを活用するということで、そういったものを補っていく、ハードだけではなくてソフトでこう補っていくような対策を練っていることも非常に多いです。例えば愛知県の名古屋市にある志田見古墳群では、古墳が作られた当時の光景を VR バーチャルリアリティで再現したり、それから古墳の施設墳丘を施設間作った中身を AR で再現、それからお母さんお父さんに連れてきてもらった子どもたちが楽しめるようにロールプレイングゲームをアプリで開発して楽しめるようなこともやっています。で足高山の古墳としてもちろん整備をして、ソフトハードで知ってもらうっていうのも大事なんですけど、先ほど文化財群の活用としてとか活用区域として考えた場合、実は古墳だけではなくて、この地域に残るさまざまな歴史文化の所産も合わせてこう伝えて活用していくっていうような視点を持っていただければ、さらにこの地域の歴史文化の理解というのが深めるではないかなというふうに思っています。例えば沼津市ですと広告事情があったり、またこれから大河ドラマで多分出てくるんでしょうけれど、頼朝の異母弟義経のお兄さんにあたる禅嬢が荘園与えられてこの地を治めたということもあります。それから白隠禅師がゆかりの地が あったりっていうようなこともあります。さらには先ほどラグーンの話が出てきましたけれど、今古墳というのはお茶畑の中にこうあるような状態ですけれど、古墳が残されてきたそういった歴史的な背景ということも含めて伝えていくということも必要ではないかなと思います。浅間山の上には祠が立っていますけれど、地元の信仰を集めて伝えられたということもその地域の歴史文化だと思います。そういったものも含めて古墳だけではなくて周辺の環境というのも含めて見せていくっていうことができるんではないかなと思います。で先ほど滝沢先生と藤村さんからの説明もありましたが、足高山の古墳を築いた集落としましては、
田子の浦砂丘の査定率の方をこう想定していたところもあるかと思います。で、まあ、直接関係するのかどうかっていうところはなかなか分かりかねますが、今のちょっと土地利用のことでこれ富士市 の職員の方に教えていただきたいんですけれど、注目できることが一点ございまして、今足高山 の丘陵一帯はお茶畑が広がっていますけれど、まあ、足高山尾根状の部分と浸食谷によって隔てられた部分があります。で、尾根状の部分にお茶畑が広がっていて、麓のところには根方街道沿いにこう集落が展開していますけれど、その集落が管理しているとか持っている生産域っていうのがそれぞれの尾根筋にこう伸びていて、尾根筋だけではなくて、さらにこの干拓が進んだ浮島沼の方も持っている、南北方向にこう土地の利用が見られるっていうことも言われておりますので、まあ、ちょっと時代は超えるんですけれど、まあ、もしかしたらこの地域で長年こう人々が意識してた土地の利用っていうのが、もしかしたら南北方向っていうのが軸となっているんではないかなというふうに言えることも面白いんじゃないかなと思います。で、ここからはもう最後の締めになりますけれど、先ほど先端技術の利用ということですが、文化庁の方もこの先端技術の利用というのも推奨しておりまして、ハンドブックっていうものを作り、いろいろこう情報発信しているところです。これホームページで見れますので、興味があったらぜひご覧になっていただければというところです。それから文化財の利用活用としましては、ユニークベニューというようなものもあります。まあ、ヨーロッパで生まれた考え方で、歴史的建造物とか、まあ、そういったところで本来の機能ではない会議とかレセプション、そういったものをの場として利用しようっていうのことを言っています。例えば富士山ですと広め公園になる県指定文化財の建物の中でコンサートをやったりしている、こういったものもユニークベニューっていうものになります。ただ古墳の場合はあくまでも人を葬ったお墓ですので、どこまでこうユニークベニューができるかっていうところは、まあ、死者を冒涜しないように制約を持って考えていかなきゃいけないっていうようなところはついてくるとかと思います。また静岡県太鼓を作ってさまざまな取り組みを行っていますけれど、例えばこの地域だけではなくて広く静岡の文化財を知りたいというところでご関心を持たれたら、ぜひこの静岡文化財ナビというので検索していただくと、文化財県内の県指定文化財の情報発信もしております。さらには文化財を若者向けに理解していただこうかなというところで、静岡文化財巡りというような動画も配信しておりますので、こちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。以上雑白でしたけれど、私からの説明はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。